カール・アウグスト・フォン・シュタイン・ハイルは、ドイツの物理学者、発明家、工学者、天文学者である。シュタイン・ハイルが1865年に購入した、読み取り望遠鏡アルザスのラポルツバイラーで生まれた。1821年に、エアランゲン大学に入学して、法律を学んだ後、ゲッティンゲン大学とケーニヒスベルク大学で、天文学を学んだ。大学卒業後は、 ミュンヘン近郊の父親の領地に住みながら、天文学と物理学の研究を続けた。1832年から1849年まで、ミュンヘン大学で数学と物理学の教授を務めた。1839年に、円化銀とボール紙のカメラを使って、美術館とミュンヘン聖母協会の因果写真を撮影し、また、因果から洋画写真を作成した。作成された写真は、 直径4センチメートルの円形であり、この方法は後に、シュタインハイル法と呼ばれた。これは、ドイツ発のダゲレオタイプだった。1846年、新しい土壌工システムの導入のために、ナポリを訪れた。3年後、オーストリア通商省の電信委員に任命された。シュタインハイルは、オーストリア帝国全土に電信網を構築することを任務とし、 ドイツ・オーストリア電信連合の設立の援助を行った。1851年に彼はスイスで電信網の構築を開始した。1854年、望遠鏡など天文機器を製作するオプティッシェベル家 CA ・シ,ーエーシュタインハイルを設立した。同社は望遠鏡や文工機、そしてシュタインハイルの発明の一つである明るさの測定に使用される高度計を製造した。 また、ウプサラ天問題、マンハイム天問題、ライプツヒ天問題、ユトレヒト天問題の大型望遠鏡を製造した。1852年に、世界最初の銀メッキ反射式天体望遠鏡を作成、生産を始めた。その製法は、友人の科学者、ユストゥス・フォン・リビッヒによって開発されたものである。1862年から、 オプティシェベルケ CA シ,シュタインハイルは、息子の富豪アドルフ・シュタインハイルが継いだ。1870年9月14日に、バイエルン王国のミュンヘンで亡くなり、旧南墓地に埋葬された。小惑星、シュタインハイルや月のクレーターシュタインハイルにその名を、残している。いくつかの情報源では、アイオライトの一種である、透明鉱物のスタインハイライトは、シュタインハイルにちなんで命名されたとしている。 しかし、この名称は1811年にはすでに使われていて、その時シュタインハイルは10歳で、まだ無名であり、他の情報源では、ロシアの軍人のファビアンシュタインハイルに返している。ありがとうございます。